ミスターガンノスケは日本の元プロレスラー。本名、本田雅史。長崎県長崎市出身。熊本商科大学卒業。1991年、大学の同級生である江崎栄治と共に FMW のプロテストを受けて合格。6月22日に北海道羽幌小学校体育館の市原、秋人戦でデビューを果たした。当初は、 本名の、本田正マをそのまま、リングネームとして使用。同年9月、ミスター・ガンノスケに。1995年2月には、オーニター・ツ氏と組んで、ミスター・ポーゴ・ザ・グラジエーターから、世界ブラス・ナックル・タック・王座をダッシュ。時代のエース候補と目された。1995年4月、ターザン・ゴトーラと共に、FMW を離脱し、新 FMW として、 岩ジャパンなどで活動。8月、同団体が川崎球場で開催したデスマッチトーナメントでは、初戦でタイガー・ジェット・シンに敗れた。1997年に再び FMW に参戦し、冬季行動、金村金太郎らとヒールユニット TNR を結成し、早草ら正規軍と敵対した。翌年には、 田中正人を破り2冠統一選手権王者となった。ライバルの早草がマスクを脱いで、新キャラクター、エイチとなると、ガンノスケ自身が早草を名乗る覆面レスラーとなって、横浜アリーナのメインイベントでエイチと対戦したが、エイチのフェニックススプラッシュに敗れた。ガンノスケはこの試合終了後、長年敵対してきた早草と和解した。FMW 倒産後は、 ハヤブサらと共に WMF を立ち上げるものの、ハヤブサ、ゴエモン、マンモス、佐々木など主力選手の多くが離脱した。ガンノスケは、小島聡、と佐々木健介などのトップレスラーと WMF のリング上で対戦し、2003年、全日本プロレスでは、黒田哲弘とのタッグで、アジアタッグ王座を奪取した。その後、自らのニックネームを冠した、自主興業。 新道を開催。2007年1月27日、ムガワールドプロレスリングにフリーとして参戦。バッククオーターメインとのシングルで勝利。試合後、インディー批判をする同団体の西村治に対し、ガンノスケはインディーの何が悪いのか、何が気に食わないのかを教えてくれと訴えていた。四月十八日、旧地の桜江美率いるアイスリボンに電撃入団したが、 二日後、アイスリボンは、女子の団体と気がつあおいら所属選手が反対し、本人不在のうちに対談最高顧問就任となった。その後も不定期で、アイスリボンの試合には出場している。2007年、引退を発表。金村金太郎解雇に伴う活動休止から、再開したアパッチプロレス軍で、FMW レジェンド軍を率いて参戦するなど、数多くの試合をこなし、 2008年12月27日、自主工業、キシンドーファイナルミスター、ガンノスケ引退試合をもって、現役を引退した。引退後もネオプラスによる新体制となったアイスリボンに引き続き、リングアナウンサー、コーチとして参加し、大会では、リングアナウンサー、試合のない日ではコーチとして、更新の指導に当たった。2009年5月25日、 プロレスラーの芸能活動支援を目的に、プロレスラーによる芸能事務所、キシンドプロダクションを設立。自主映画を制作し、映画主演を果たすなど、タレント、俳優としても活躍したほか、9月5日からは、キシンドリターンズと題して、プロモーターとしての興行を定期的に開催していた。2010年、ガッツワールドプロレスリングが新たに旗揚げした新ブランド、 トゥルースの相談役に就任した。2014年10月12日、ガッツワールドプロレスリング初の後楽園、ホール大会にて、ガッツワールドプロレスリング所属選手として、現役復帰を果たした。2016年5月8日、ガッツワールド2度目の後楽園、ホール大会にて、前年の大会より7度の防衛に成功して、絶対王者とも言われていた。 大輔の持つ GWC 認定シングル王座に2015年7月以来2度目の挑戦し33分を超える激闘の末2度のファイアーサンダーにより勝利し第10代王者となるその後玄太郎相手に防衛を果たすものの同年9月11日の新宿フェイス大会においてマスクドミステリーの挑戦を受け36分を超える死闘の末 古傷の左足をロックさせた状態のエビ固めで、破れ王座から転落する。その後は、トンパーチマシンガンズと GWC 認定6人、タッグ選手権をめぐる構想を繰り広げていたが、トンパーチマシンガンズが、協力者として、同年に現役復帰を果たしたディック統合を招聘、トンパーチマシンガンズウィズ FEC として構想が、激化すると、2017年3月19日の、 新宿フェース大会において行われた GWC 認定6人タッグ選手権においてディック統合のクロスフェースによりギブアップ負けをしてしまう。そのリベンジを目的に5月5日の後楽園ホール大会での一気打ちを要求し、統合もこれを飲んだため後楽園ホール大会での直接対決が決まったが3月31日の 早やぶさ一周期追悼工業の翌日に行われた宮本博志向きとの一気打ちにおいて宮本の仕掛けた青馬刀により顔面を10箇所以上骨折大会後長期入院と全治3ヶ月の診断が下り統合との一気打ちはお預けとなった2018年4月15日ガッツワールド解散工業でミスター・ガンノスケ引退試合を行い影山道をと組 藤波達治広斎藤選にて2度目の引退を迎えた。引退後は大学時代を過ごした熊本県へ戻り、福祉会社社員として働いている。ラフパワーの王道ヒールファイトを展開するが、見た目にそぐわず、テクニカルな丸め込みも得意とした。ありがとうございます。